さて、追っ始めるか。どう？昨晩親方が剣を打ち直してくれたんだ。それからこれ、俺が考えた火薬を使った新しい武器。こりゃいいぜ。この辺りで聖地って呼ばれてる場所に心当たりねえか。それもなんつうか、羊飼いとかが大勢集まってるような。そういえばここから街道を3日ほど行くと聖アルビオン寺院っていう古い修道院があるよ。なぜだか知らないけど断罪の塔とかって呼ばれてる。もしかしてそれのことかな。今は難民で溢れてて、聞いた話だと邪教徒が紛れてたらしく、近々法王庁から異端審問官が派遣されるらしいよ。いわゆる魔女裁判ってやつだね。俺はキャスカがそこにいる可能性は低いと思うよ。遠いし根拠もないし。根拠はあるさ、根拠はある。藁をもつかむってやつだが、今は信じるしかねえ。わかんないけど、いろいろあったんだな。こいつにこんな顔させるキャスカってどんな人なんだろう。じゃあ行くぜ。ガッツ、キャスカのことを頼んだよ。そして必ずここに戻ってきて。今夜もお出ましか。
村で一息つけるかな。なんだろう、悪そうなのがゾロゾロと。ガキてめえ、まずいよ子供が。おめえ何者だ。あのガキの仲間か。変なのに巻き込まれちまったな。ゴスケ、お前食い物持ってるな。お礼はそれでいいぞ、気を使わなくても。おお、お前エルフなのか。なんだあのバカでっけえのは、剣なのか。強すぎる。やべえ、クシャーンの奴らだ。囲まれてる。ほれ、ガキンチョはこっち、じっとしてて。何言ってんだよ、おめえ。わかんねえのか、この状況が。ぶっ殺されんぞ。なんなんだ、おめえら。道上げろ、急いでんだ。やりやがる。時間食ったぜ。ちょ待てよ、お前一体。追うな、もうよい。今我らのすべきことはただ一つ、神託の地を探ることのみ。見つけた。あいつ昨日の昼から丸一日半走り通しやがったんだ。運よく難民の馬車に便乗できなかったら見失ってたぜ。お主、剣士か。俺はパック。人に名を尋ねるときはまず自分から名乗るがよい。イシドロ。お前、昨日から俺をつけ回してるみてえだが、俺に何か用か。
弟子入り志願か。それならきちっとマネージャーであるところのこの俺を通してもらわないと。なんじゃねえ、俺は人の下につく気はねえ。剣持ってんだな。剣士になりてえのかお前。人は切ったことあんのか。なめんなよ。人の一人は一人。ま、どうでもいいけどな。あまり俺の周りをうろちょろしない方がいいぜ。俺がどうしようが俺の勝手だ。とやかく言われる試合はねえぜ。ま、そうなんだけどな。おい待ってくれよ。異教徒に対し厳罰を下すことに疑問を感じていたことがある。ひたすらに恐怖を振りまき人心を疲弊させていると。人にとって何が救い足りえるかは分かりません。おそらくこれこそ神の御手の中なのでしょう。神、ただ神のみのために我々は行うのです。神に問うてはなりません。人として心と肉に血を流そうとも、ただひたむきに神のためにやり続ける、それが信仰というものです。小僧、剣士目指してるのか。ならエルフ次元流七段の俺が剣を教えてやる。なんだそりゃ。腰を入れて初立ちに全てをかけて気合とともに繰り出す。これぞ無名サック試験。なあ、この化け物たちは何なんだ。たたられるようなことした覚えあんまないけど。別にこいつらお前や俺に恨みがあるわけじゃねえ。死んでバカになっちまってるから見境がなくなってるだけさ。